照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの3回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？まあ特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはカープの先発矢崎がマツダスタジアムのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。初球は変化球から入りました。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打った。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチはアウト。バッターは2番に入っている和田。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターはバース。そして塁上には和田。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよ。2球目打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット。1対0。カープなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。その警戒すべき掛布、打席に入っています。まずはストライク。これが2球目。低め外れています。バッターボックスの掛布、今シーズン得点圏での打率は7割1分8厘となっています。打った。ライトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。バッターボックスは5番石峰。カープこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。打ちました。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。掴んで2アウトです。さあそしてバッターボックスにはオマリー入ります。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。打ちました。菊池一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース先に点を取りました。2対。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには菊池。まあ彼はバントがうまいですから送ってもいいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。
ここは確実に送っていきたい。ここは送りバントなんでしょうか。うん、送りバントだと思いますね。ああ、バントしました。取りました。一塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。際どいコースですが外れました。ワンボールです。うん、振り遅れてますね。うん、そうですね。ショート抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。うん、ここはつなげておきたかったんですけどね。まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の田中が入っています。ファウルです。ボールになります。フルカウントです。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。残念ながらあと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。真由美打席に入ります。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。さて、カープの先発は矢崎。昨シーズンは未勝利に終わっています。前回のとドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。カープ追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。8番バッターはキャッチャー木戸。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。カープこの回追加点を許しています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああ、なる。初球打ち、ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄。さっきはツーベースを打たれましたからね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいです。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターの和田。ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど。ここはその好調さを見せたいところ。高め打ちました。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。4対0。さあ、バッターは相澤。通算500本安打まであと1本となったこのバッターボックスです。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。甘い球見逃しちゃいましたね。はい、そうですね。インサイド落ちました。ライン際へ打ち上げています。最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。里崎さん、大きく失点してしまいましたが、ここまでの投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はストレートがあまり良くないですからね。まあこれが決まらないとちょっと苦しいピッチングになるかもしれませんね。そうですよね。直球少し心配な立ち上がりです。よく見ています。
打ちました。取ってワンアウトです。打席には4番バッター掛布。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく。初球打ち、このフライは切れそうだ。切りました、ファールボールです。ボールになります。インサイド落ちました。センターの前に落ちました。ヒット、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあバッターは石峰。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。高めのボール、この当たりはどうか。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。さあバッターはオマリー。ここでホームランが出ると通算150号ホームランの達成となります。インサイド、ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。鈴木が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。打順は7番真由美。さっき打たれたスプリットを今度はどう使うかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。引っ張った、これはどうだ。ファウルになります。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょう。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。そうですね。さあここをしの打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト下が入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。リードを広げられています。次はピッチャーの打順ですが、先発の土屋バッターボックスに入ります。まあピッチャーの打席なんできっちりアウトを取りたいですね。そうですね。ファウルになります。次が2球目、ここもファウルです。大きく外れてボールになります。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ワンアウトランナーありません。引っ張った、ボテボテ、サードが前に来る、サード取った、これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターは2番和田。今日は盗塁を決めています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これでマルチヒット。ランナー3塁1塁となりました。バッターのバース、今シーズンの得点圏打率は7割2分7厘となっています。一塁はセーフ、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、そうですか。3球目打ちました、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、三塁を待っていく、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。センター前へのタイムリーヒット、8対0。カープもうこれ以上点はやれません。打順は4番掛布、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。2球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、一塁線落ちてフェア、
ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。バッターボックス石峰。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。打ちました。レフトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフトが追いかけますが頭を越えました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、レフトオーバーのタイムリーヒット。10対0。カープ、ここは当然という交代でしょうか。カープピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の宮島。さあマウンドを任されたのは宮島。今シーズン6試合目の登板です。3連投ということになります。西さん、引っ張った、飛びついて掴んだ、アウト。スーパープレーが飛び出しました。いい動きでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。まあ、文句ないプレーですね。ファウルになります。打ちました。痛烈、切れました。ファウルボール。打ちました。この打球はフライになっています。サードが構えます。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース、ツーランホームランで得点を追加しています。バッターボックスには6番メヒア。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。高めのボール、打球は右中間へ。ここは打ち上げています。真由美掴んでスリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目です。さあ外してくるのか。これはショート、田中掴んでワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の土屋、バッターボックスです。まあここはあまり使っていない球種を試してみるのもありですね。そうですね。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。いい動きでした。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成。いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。11対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には2番バッター和田。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。さて今日のカープの先発は打ち込まれて交代した矢崎。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。三塁線、メヒア掴んで、これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁。3番バッターバース、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっき走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど。引っ張った、これはどうか。一二塁間を破る。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。12対0。タイガースのリード広がっています。バッターボックス相澤、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球入りません。さてバッターの相澤、どういうバッターなんでしょうか。まあ当たればホームランも飛び出す長距離砲というか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは途中からマウンドに上がっている宮島。ワンアウトランナー一塁です。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。アウトコース、ファウル。
ワンボールツーストライクです。変化球空振り、打順は1番に帰ります。バッター野間、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナー1塁です。外のボール、アウトロー外れます。インハイ際どいコース、スリーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のランナーを置いて3番バッターバース、ライトへのタイムリーヒット、カープ先制点を奪われます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。うん、そうですか。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対0、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは5番石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。6番バッターオマリー、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。初球ボール、2球目は何で来るか、インコース、これは外れます。ボール先行です。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。オマリーヒットが出ます。ワンアウトランナー2塁となりました。初球打ち、これはファウルになりそうです。切れていきます、ファウル。バッターボックスの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割9分3厘となっています。打ちました、これはどうだ、ショートの左抜けました。セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、14対0、カープもうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター木戸、ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、いい送球、ボール失敗、打った、取りました、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。バッターボックスは3番鈴木、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極、打ちました、ピッチャーゴロ、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト、これは進塁打になりました。バッターボックスは4番田中、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。カープランナーを進めています。これもファウル、これが4球目、ここはランナー返せません、ツーアウトになりました。この松山、ここ5試合で打率が1割を切っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。はい、ちょっと調子を崩してますね。何かきっかけになるような一本が欲しいところですね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。さあ4球目は何か、打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボールです。チャンスの場面振っていきましたが三振、3アウトチェンジ、ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね、あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうですよね。はい、これから7回、この回ピッチャーからの打順でしたがタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打のデスパイネ。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。
空振り。これが2球目。ここも空振り。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。ファウルになります。ボールカウントは2ストライクです。外れましたか。いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。打ちました。これは大きい。伸びていく。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。15対0。代打アーチでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。切りました。ファールボールです。いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっという間に2ストライク。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。2番バッター和田。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました。これは大きい。伸びていく。フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ノーアウトランナー二塁です。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。浅村がセカンドランナーに入ります。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のアドゥア。バッターのバース、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか。外へ持っていきましたが入りません。次が4球目。打ちました。ここはフライになっています。菊池が抑えています。ワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。痛烈。切れました。ファールボール。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。カープ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。打席には5番バッター石峰。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。追いついた。いい動きでした。里崎さん、今のプレーご覧になって、バッターボックスは6番オマリー。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターに1、2塁間取りました。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックスには7番長野。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。ヒットで変化球空振り。ワンアウトです。打順は8番相澤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の磯村。ツーアウトランナー一塁です。いい当たり。これはどうか。破りました。センター前。
ベンチの期待に応えました。ツーアウト二塁一塁、打順はトップに帰って野間。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。空振り三振、ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。これから8回タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは中崎、今シーズン9試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か、スライダーが決まります。変化球外れました。三塁線、メヒア抑えてワンアウト。バッターボックスは8番木戸、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打のバティスタ。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。体に近いところ、打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム9本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。ベンチではチームメイトに迎えられ盛り上がっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。次が3球目、変化球で空振りを取ります。バッターはダイソーから起用されている浅村。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスバース。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年、この打球はライト下がっていく、下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。高め空振りです。ノーボールツーストライク。3球目見送っています。ボール、打ちました。これは大きい、伸びていく、この打球はフライになっています。積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。打順は5番松山、
先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。エラーでランナーを出しています、ここは狙いを決めつつそれ以外変化球空振り、スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたが里崎さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがどうでしょう。援護はないのは正直辛いですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待つしかないですね。そうですよね、味方打線の奮起期待したいところです。3球目は何で来るか。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか、はい、ここでタイガースダイソーを送ります。近本がファーストランナーに入ります。一塁牽制、ランナー挟まれた、二塁送球、タッチはアウト、これでワンナウト。打った高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、突き刺さった、ソロホームランが出ました。カープ痛い一発を浴びています。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。7番バッター真由美、今日は盗塁が一つあります。最初は変化球できました、打った、これもいったか、レフトが追いかける、ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン、真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターはダイソーから起用されている梅野、これが1球目、初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。打った、レフトに大きな打球、レフト深いところ破っていきました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ワンアウトランナー二塁となりました。カープ、さあバッターは望月、そのまま打席に入ります。ここは代打を送って攻めたいですよね。そうですね、さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打のアリアス、里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃し打ち上げました、高い打球、この打球はフライになっています。ショートフライ抑えてアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。緩いボールしっかりと見極めました、これは内へ外れます。左へ持っていった、これは大きいぞ、入った、ホームラン、新庄さらにダメ押しの一発、今シーズン第7号のツーランホームラン、なんと今日4本目のホームラン。カープ追加点を許します。今日はダイソーで途中出場の浅村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った、大きな打球になった、これはどうか、長野が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。残念ながらカープ敗れてしまいました。西さん、投打ともに流れに乗ることができませんでした。明日以降期待したいですよね。そうですね、気持ちを切り替えてね、明日以降に新しい気持ちで臨んでほしいと思います。本当にそうですよね。
勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。